What's up, ケンロク TV。 今日はですね、初めて僕はですね、新車を買うんですけど、その車をですね、受け取りに行くんですけれど、まあなんでこういう車を買ったのかとかというね、まあそういうのをちょっとお話できたらと思いますので、じゃあ行ってみましょう。なぜカーエンから乗り換えたんでしょうか。5年前ぐらいにテスラが日本上陸してモデル3が発表になった時に、まあ実は予約してたんですよ、うん、日本 その EV 市場というか EV 事情が全然盛り上がってなくて、ちょっと早いなっていうので一回ペンディングをしたんですよ。モデル Y が出る時にまた検討しようかなっていうふうな思いでいたんだけど、でそれをこうつなぐためにこのカーエンに乗ってたんだけど、モデル Y が、日本でデリバリーが始まって、で、試乗しに、まあ、冷やかしてとね行ったんだけど、まあ、自分が乗りたい、まあ、モデル Y とそのボディカラーとか仕様が、まあ、バッチリハマったやつが在庫ありますってと、しかも、車検までに納車できますねと言われて、買うしかないんじゃないっていうになっちゃって、落ちっちゃったと。テスラの中でモデル Y を選んだ理由とか、モデル Y のイメージってどんなのがありますか。値段的に、まあ、手頃ではないけれど、まあ、買えない値段ではない、かつやっぱり SUV だったっていうのがあるから、イーロン・マスク自体の考え方とかビジョンとか、まあテスラだけじゃないからね、やってるスペース X とか地球環境のこととか宇宙とか、まあ、人のライフスタイルのこととか、本当に将来のこと考えて車好きにして作りをしてるから、まあ、テスラ乗ってると多分将来それがその先になんか結びつく、まあ、何かがあるだろうなっていう感覚もあるし、だからまあそういったようなワクワク感とか面白さっていうのを、まあ、体感してみたいなというのが、まあ、今回のきっかけでもありますね。こちらが有明ガーデンの、テスラの納車場所になります。じゃあとりあえずカウンターに行って手続きを、3分ぐらいで終わるらしいんですけど、行ってみます。おー、来た。導入したら再起動して今の車の情報とリンクして、今 96% だって。あ、もうじゃあ受け取り済みってこと。受け取り済み、これでも全部鍵とかも全部できる、空調とか車内温度9度だって、で場所もこんなすごいね。鍵もらいました。はい、じゃあ行ってみましょう。これで下取りの車を中身移動して、で移動し終わったらもう一回カウンターに行って、で下取りの車の鍵を渡して、で完了と。で新車はどこにあるんですか。あそこに並んでるんで、ロックの69にしたんで、ケンロックの。おーおーおー、これです。おっと、やばくね。でなんかチェックリストがあって、うん、なんか一般の人が作ってるね、ほうほう、でそれ見て傷とかがないかっていうチェックして、あれします。納車時チェックリスト、まあ、これをちょっとやってみましょう。このカードで、テスラカードで車を開けてみたいと思います。この B ピラーのカメラがあるんですけど、この下あたりらしいです。開いた。おお、おお、明るいですね。このデイライトですよ。眩しい。かっこいいね。かっこいいですね。かっこいいね。充電ポートがこんなだし、開くかどうか。開いた。テスラマークになってね。で、打ち返ってここに給電をポートをさせた。どこなの？電動です。おお、ついに。これですよ。待望の。待望の電動。ああ、ありました。
あ、明るい照明がここの、ほら、しかも LED でね、明るい、この赤いケースが、おお、これが三角表示板ですね。ちゃんとなんか後ろになんかグリップが効くのってずれないようになってますね。全部なんか紐になってるから質感もいいし、ここもいいし、ここのスイッチでシートも倒せるようにします。すごいね、お楽だね。フロントのボンネットを開けてみます。ほら、開いたもん、開いたね。ちゃんとほら、このアイコンも開いてる。あ、ちゃんとダンパーも効いてる。結構今週の早くですね。よっしゃ、初乗りしてみましょうか。全く音しないし、振動もしないもんね。うん、ほんと静かですね。テスラだろう、ね、今、高速首都高を運転中なんですけれど、で、オートパイロットで、ね、どんだけの性能があるのかちょっとやってみましょう。じゃあ、やってみます。スタート。今、手を置いてるだけの足は何も踏んでません。どんどん曲がってます。勝手に曲がってます。今修復です。さすがにこの合流地点とか分岐はオートパイロットはちょっとしんどいね。超面白い、いろんなものがついて飽きないね。これ楽しみだな。乗りこなしていく。無事お家に帰ってきました。なかなかオートパイロットで快適なクルージングでしたね。じゃあこの自宅に設定したこの充電器、ボールコネクタを使ってちょっと初めてのちょっと充電をしてみたいと思います。このボタンを押すと明るし、ホワイト、ホワイト、お、色変わった。あ、充電してる。モニターが残り時間何分と計算してる。これでいくらぐらいするんだろうね。まあ電気代ですか。電気代ね。どうします、1月ひっくり返るの。請求が来た。車売る、その時は。いらねえ。上がれました。テスラにはこういう画面を拭く布のシート、これ指紋取りっていうのは親切についてるんで、これを置いといて、この画面をいう風になっているようです。